ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。ラッセル、現代の F1 ドライバーは弱くないの話題です。ジョージ・ラッセルは現在のレーサーたちが暑さの中でレースを戦いやすくするための動きに反対している元 F1 ドライバー3人組を非難した。 FIA は何人かのドライバーが暑さに苦しめられたカタールグランプリを受け、すでに対策の可能性を検討している。大きな穴を開けずにコクピットをもう少し冷やすだけの解決策を FIA と見つけることができれば、ドライバーの立場を尊重する必要があると思うとメルセデスのボス、トトウルフは語った。しかし、カタールグランプリ後に暑さに関する大きな議論が巻き起こる中、元 F1 ドライバーのクリスチャン・ダナーは、現在のドライバーたちが単に間違ったトレーニングをしている可能性を指摘した。ドライバーたちがこのような激しいレースのために十分な肉体的準備ができていないということはありえないと彼は付け加えた。 F1 界のレジェンドであるゲルハルト・ベルガーもこれに同意し、この問題は単に体力の問題だと断言した。絶好調であれば病気になることはないとベルガーは語った。また同じく80年代から90年代にかけて活躍したドライバーであるマーティン・ブランドルは、このような挑戦をさせるべきではないという弱気な意見は絶対に信じないと付け加えた。しかしグランプリ DA のディレクターを務めるメルセデスドライバーのラッセルは、そうした元レーサーたちの見解の正当性に疑問を呈した。我々は彼らよりも20秒早く周回し、常に 5G の負荷を経験しているとラッセルはオースティンで語った。もちろん我々はグラディエーターである必要があるが、熱に関しては体はある程度しか耐えられない。80年代や90年代の車には50、60度で動くパワーステアリングのような電子機器はなかった。コクピット内を走る油圧ラインは120度にもなる。グロジャンの事故以来、我々のオーバーオールはかつてないほど熱くなっている。人々は好きなように言うことができるが、40年前と今では状況が違うとラッセルは主張した。一方、ラッセルの有名なチームメイトであるルイス・ハミルトンは、現在の F1 ドライバーがあまりにも弱くなっているのではと心配する人々の側に立っている。これは極限のスポーツだと彼はオースティンで語った。失神したマラソンランナーが将来はもっと短くすべきだというのを見ることはない。我々はやっていることのために非常に高い報酬を得ている。レース終盤に調子が上がらなかった時は、いつもよりハードに練習しているとカタールのターン1でクラッシュしたハミルトンは語った。極限の状態で痛いんだ、体の痛みを感じたいんだ、それが目的なんだ。変更には気をつけないといけない、ソフトになりすぎないようにしないとねとハミルトンは語った。ラッセル、現代の F1 ドライバーは弱くないの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。